おはようございます。速稼塾の久保でございます。今回ですね、オーストラリア火災について、コアラのマーチっていうお菓子があるじゃないですか。そのロッテのお菓子なら何でもいいみたいなんですけども、主にはコアラのマーチを使ってのキャンペーンといいますかね、ボランティアになりますけども、コアラのマーチを買うと、その中の一部がそのコアラ募金といいましてね、オーストラリアのコアラちゃん中心とした、今オーストラリアで火災がねかなり問題になってますから、そこの方にねどんどん寄付されるということなんで、まあまとまった金額じゃないとなかなか寄付ってね難しいんですよね。例えば300円寄付しようかなと思っても、それはすごくありがたいんですけども、なかなか300円を持っていくところがないと思うんですよね。そういった時に近所のスーパーとかドラッグストアでコアラのマーチを1個2個買えばね、おやつで買えばその中の一部が募金されるってことなんで、確かに金額としてはそんなにねものすごい金額ではないと思います。やっぱり100円のコアラのマーチを買って、そのうちの1円とか2円だと思いますんで、そんなに大きな金額ではないんですけども、でもそういった形でお菓子を選ぶとき、おやつを選ぶときに、じゃあせっかくだから募金ができる、寄付ができるコアラのマーチにしようかな、ロッテの製品にしようかなって思う、その積み重ねがですね、大きな金額になっていくところがあると思うんですよ。まあですんでね、やっぱりこうお子さんいらっしゃる方は、おやつにね、なんか買ってあげようかなって時に、コアラのマーチとか買ってあげるといいんじゃないかなと思いますよね。で、このオーストラリア火災のこと、そしてコアラの募金のことね、私も、まあ、知っていたわけなんですよ。そこでですね、1月の13日、私の町では、トンド祭りってのがあったんですよね。で、私はちょっと写真を撮る係じゃなかったんで、なかなか写真が撮れなかったんで、美味しい画面がないんですけども、お子さんのですね、お菓子のつかみ取りのコーナーっていうのが、その時あったわけなんですよ。で、80人ぐらいのちびっ子が行列をなしてね、お菓子のつかみ取りに挑戦したり、それから私がこうね、準備したこう餅つきですね、餅つき大会をやったりとか、それからまあ大人の方はね、お正月の締め飾りとかを燃やしに来たっていうところがあったんですけども、まあでもその時にね、ちょっと現物がないんでお見せできないんですけども、コアラのマーチを私はね、2ケース、でも箱でですよ。箱でこう買ってたわけなんですよ。で、それを参加した子供たちに皆さんにこう配ったって形なんですよね。まあ、その時に、コアラのマーチに、今、オーストラリアで火災があってね、大変な思いをしてるコアラちゃんとかが、焼け死んじゃってるから、食べながら、オーストラリアのことに思いを、こうね、馳せてほしいなっていうふうな、ね、そんなね、お手紙を、そのお菓子のところに、ちょっとこう、ペタッと貼り付けたわけなんですよ。ちょっと現物があればよかったんですけど、すいません。まあ、そういった形で、80人ちょっとの方ね、私、箱で、数十個とかをね、その時は配ったんですけども、まあ、皆さんに行き渡って、中にはね、家で待ってる妹のためにみたいなことで2個とか持って帰る方もいたんですけども、コアラの町が吐きました。それで私の町では今ね、だからコアラブームとオーストラリア火災に対して意識がね結構向いてると思うんですよ。で、今日実はですね、今日も実はイベントがあったんですよ。私三味線とか民謡やってますんで、そのね新年会ってことで、今日は町内の方向けに歌ってきたんですよね。1時間ほどだったんですけども、まあ、そこでですね、やっぱりオーストラリアの火災って、久保さんが今ね お菓子とかを広めてる、配って広めてるんですよねみたいなこと言われて、あ、なんか私の住んでる町っていうのは7000人ぐらいのね小さな町、で私の住んでる町内っていうのは407世帯しかないんですけども、まあでも、ね、今はねちょっとしたブームです。オーストラリアの火災は大変みたいだぞみたいなね、だからこういうことがまあ私もできてちょっと良かったなみたいなね。だから確かに自分でお菓子を1個買うのももちろんそれは素晴らしいことなんですけども、でそうは言ってもね、コアラの町この年になっていっぱい食べられないじゃないですか。だったら地域の子供に1人1個ね、100円前後のものですよ。90円とか100円のものですから、じゃあそれを例えばね1万円分買っても100個買えるわけなんですよね。で私はまあ1万円っていうのは自分のお小遣いでなんとかなる範囲なんで、これを機会に、別にね毎日やるわけではないし毎年やるわけではないんで、今回1回だけそれをやろうかなと思ってちょっとやらせていただいてね、まあなんか良かったかなみたいなねことがありました。それは何が良かったかっていうと、コアラのマーチを私が買って寄付したぞって気持ちになるのもそれ一つなんですけども、何も知らない子供たち、ニュースが届いてない子供たちが、今コアラちゃんって火事で今ね大変な思いをしてるんだ、カンガルーちゃんとかどんどん燃えてね焼け出されてるんだ、ラクダとかも大変な目に遭ってんだっていうのを子供たちが手元のスマートフォンで調べ出すんですよね。だからそこまでの動機づけを子供たちに、与えられてよかったなと。でもしかしたらね、これからその子供たちの何人かがオーストラリアに興味を持ってオーストラリア現地に行くかもしれませんし、 NGO とかに参加するかもしれません、20歳ぐらいになったらね。でそういうふうな世界環境
まさに今子供たちっていうのは、5歳6歳の子供たちっていうのは、将来10年後に自分たちが暮らすこの地球を、あの私たち大人からね、受け継がないといけない時に、なんかこう焼け野原みたいになったオーストラリアを受け継がせるのかね。で10億匹とか20億匹死んでしまったその死体類類のね、そんなオーストラリアに行っておいでって言うのか、それともあの僕らも一生懸命力を尽くしてね、この火事を収めようとしてるんだみたいな思いとともに、あオーストラリアのためになんか力になりたいなみたいな子供を育てて、その子供が進路を選ぶときに、じゃあオーストラリアの留学とか扱ってる高校とか大学行ってみたいよねと、修学旅行ではメルボルンとか行ってみたいよね、シドニーとか行ってみたいよねみたいなことになれば、なんか役に立てるんじゃないかなみたいな感じでね、子供たちの心にオーストラリアっていう火をちょっと今日はね灯せたかなというふうな形で、私もちょっとね、ちょっとなんかできたかなって気持ちになりました。あというふうなね、私の行動の報告ですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。あまあこういうふうにね、自分のできる範囲のことをやっていくことによって、伝えられた人がまた別のアクションを起こしていけばいいなと思っております。それではですね、オーストラリア火災の件につきましては、これからも、折に触れてね、またお話ししていこうかと思います。ありがとうございました。失礼します。